アメンマ、アメマメマパーチャマでございます。昨日のね動画の続きですけども、昨日はねもうあの弁護士さんに相談して、今ね、あちらの方に文章送る文章をね作成していただいておりますんで、ぜひね見えない笛 PPP 大作戦応援していただけたらなと思います。で昨日やってみて、ちょっとスアレス、ルカク重さが半端ないんじゃないかということになったので、ここ2トップロナウドで、ここマルセロ入れてみましたね。そしてまあみんなの大注目イニエスタ PPP 星付きどう活躍してくるかと。でドゥパンサパタがね189あって、キック力85でしょ、決定力83でしょ、でまあドリブルとか下手だけどパスとか、スピード瞬発まあ75と、これがねスパサブでワンタッチシュートあればパーパーするんじゃないかと信じておりますんで、絶好調 サパタスパサブでドン、今週何回見れるかお楽しみお願いいたします。ということで、行きましょう。コメント見ないと、コメントをねボンバーしていくんですよ。ちょっと待ってね、コメントをボンバーしていくと、900までもうちょっとだよと、900でまでもうちょっとだよっていう感じですね。コメントをボンバーしたいよと、コメントボンバーボンバーさせてよと、いい感じの人来ましたね。いい感じで同じくらいの人が来ましたと。ディティリリリリン、テテレレレレレリリリリリリ、コメントボンバーがちょっと時間がかかっておりますが、パーパーしていきましょう。はい、秋人池野さん、最近チャマくんの動画見始めたんですが、パーパーって言ってますがどういう意味合いがあるんですか。ちょっとそれに関して、あ、今はお答えできないですね、すいません。あ、大場面、マルセロさよならマルセロさよならだ。大場面、大場面絶好調、見てほしい。ルカクとどうなんだろう、もルカク変えた方が良かったかもしれんな。マルセロでしょ、イニエスタ普通やな、イニエスタ普通はちょっとパーパーやな。PPP がパーパー、これいいね、これいいね、オッケーオッケー、見といて。大豆絶好調やばいと思うよ、俺もまだ見たことがない大豆絶好調。ディスタマドリさん、瞬速フォワードのダービーダミーバースト使いますよと、 PPP でやると独走できますと、先頭フォワードへの縦パスで CB に張り付かれた時に使うといけます、ディフェンスラインが無双できます、ありがとう。ラムネロさん、チャマの食事大好き、石州ダヨさん肝と、まだね、任天堂スイッチの動画にパーパーが来ますんで、どんだけね、期待値が高いか。分かっております。お願いいたしますということでさ、PPP が絶好調を見てほしい。絶好調の PPP をめでてほしい、ね。動き出しはね、まあ、そんなに変わらないっていうか、なんていうの、特別なことはならないんだけど、シュート、とにかくシュートを見てほしい。ワンタッチシュートがついた PPP は強いぞと、それだけね、それだけ皆さんにぜひ知っていただけたらと思います。ここアザルーデ、お、あ、取れたんじゃないの今の、取れてないの、なんで複雑やね。 OK、 グリズマンよいしょ、 PPP かなこれ、はい、ピピピ走ってる？どうです？アルカクか。ピピピ走ってるとこ、もうグー行かしたいんだけどね。リリリリリリー。ティッティリリリリリティッティリリ。あ、ラモス？オッケーオッケー。こっち読んでるんだ、こっちを。はい、あ、ロナディ？ロナディ。おい、おい、おい、おい。これと、これはもうちょっと無理してるわ。これはちょっと無理してる。PPP 絶好調でも俺もね、使ったことがないから、どんな感じに仕上がっていくのかね、どこまでいけるのか、楽しみで仕方がないんですよ。OK？ これは？あ、ドカーン。ルカクが。ハイパー。無理すんな、ルカク。いや、そっちかい。お、それ、これやばいよ、これが。縦やばい、これ縦。縦行かしたらパーパーよ。OK、OK、OK、キラーマスナイス。はい、あっちがそうです。はい、よし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 。PPP、PPP 温度。
はい、グリーズ、ここ PBB で難しかったね、今ね。 PBB まだ馴染んでないのかな。 PBB が欲しいプレーが全くなかったね。あ、PBB、 あ、これ PBB の決定力そうなんだけど、ワンタッチシュート、ワンタッチシュートの精度を見てほしいからね。あ、これルカクで、あ、クリバリーいたか。お、はい、PBB、 ほらワンタッチだから、 PBB はマジで、 PBB はワンタッチで打たせてあげて、ダイレクトゾーン。これをね、これをね、多分調子普通とかでもめっちゃ強かったからね。はあ、何よりこの足は速いから、ピピピピピピ、これ無理か、足速いでしょ、裏抜けるでしょ、でパス出して、あのミッシュ地帯でパス出して、反応いいから触ってはくれる。しかしその後のシュート精度がないから、今まではピピピなんかいいとこいるけど使えんなみたいな、そういう印象だったんでございますが、これからはね、ワンタッチシュートがついてパーパーですから。あーおー、お、これオッケー、ナイス、出せ、出せないか、オッケー、はい、よし、 PBB が、 PBB が行く、 PBB が、 PBB は無理、うん、ルカクが、で PBB ヘッドもついてる、 PBB ヘッドもついてるが、さすがにちょっとそこまでは、おお、ちょ止まれお前、PPP のね、ちょっと大活躍をみんなに見せ、おー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 、チェフが興味を示してたね。なんだこれはみたいな。チェフがボールにすごく興味を示してましたが、そこはやっぱね、あの、なんと、おー、PPP が、PPP、PPP、さすがにこれは、ワンタッチでもないしな。OK。はい、ルカクが落として、もうワンツーで、あ、ちょ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 、ピーピーピー、あ、これワンタッチでもないよ、ワンタッチで、ワンタッチで行ってほしいな、あれあれワンタッチでこれも入るでしょみたいなの見せたいんだけど、なんかやっぱトラップしたね。うん、いい形で、いい形でみたいな、でもそこで打とうとしてる時点でいい形はないよっていうのを俺は言いたいんだけど、俺は、お、ナイス、はい、はい、あ、ちょ、おー、危ねえ、で、こう縦に逃げての、みんな上がらせーの、こっからが本番やーとか、ロナウドがいいか、ピー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 、これ、あ、ルカクいっちゃったか。ワンタッチシュートってヘディングでも有効なのかな。一応ヘディングもね、ワンタッチシュートだから、でヘッダーっていうのは叩きつけるだけらしいから、もしかしたらワンタッチシュートついてたらヘディングの精度自体は上がるよっていうのはあるのかもしれない。クリコントレバーがもう目立たないね、いい意味でも悪い意味でも。ミスはしないけど、な、決定的なことをしてないような気もするな。OKOKOK、これちょっと気をつけよう。あとはね、マルセロの守備力ちょっと見たかったんだけどね、今週というか出したかったんだけどさ、ダメでしたね。チャマンチェスターということで、今んとこ、まあ、PPP1 本だけやな。もうバンバン決めてほしい。だけどちょっといいとこまで持ってきてないね、まだね。相手のフォーメーションが4-4-2になってるわ。4-4-2になってて、クリバリ意外と、これはでもスモーリングリーダーだから、ルカクいらんのちゃうかと。ルカクじゃなくて軽めの選手入れて、まあ、翻弄してもいいかもね。重いディフェンダー4人、 4CB でボンバーしてるから、うん、まあええか。とりあえずルカクもちょっと花を持たせつつ、良きところでさようならしてパーパーやな。ルカ、ボンバーボンバーボンバー、そこボンバーボンバー、ちょトラオレ走らせんのは草やな。はい、オッケー、マイボール。これマイボールだよ。え、違うの？絶対俺が先に触ってると思うんだけど。俺が蹴ったのが、あ、グリーズマン。クルトワ、ボンバイエ、はい、オッケー。いや、上でもよかったけど、あ、誰もいない。ほら、キー。さすがにね、ピーピーピーと同じようにはいきませんわ、ロナウドといえど。神の子、ロナウドといえど。さすがにね。あ、ルカク？オッケー。
行け、ルカク、ルカク、ルカクあるんちゃう？あっ、行き過ぎだろ、おい。チョンでよかったのかな？結構ボーン行っちゃったね。俺の中では手前の感じだったんだけど。残念。おぉ、ワイド、ワイド。セイ、セイ。セイ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 、危ないな、ファールになりそうだったわ。オーバメ、あ、オーバメ先に座ってほしいな、それな、先にボンバーしてほしいな。セイ、あ、ダメダメダメ、セイ、あ、触った触った、触ったよね最後、はにゃ、触った、臭かったよ今完全に。ルカクボンバー、いや誰やろうな、でもこれ、これ誰なん、これ誰なんや。オッケー、あ、ナイス、これ大丈夫でしょ。おき、触って触って触って、いや触って、オッケー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 、これおいしょー、あ、ピーピーピー、ダメかー、からのトラオレがボンバーして、はい、あ、マイボー、しかもマイボー絶対トラウレに最後当たった、オッケー、これ審判の動きで分からんからね。よいしょ、これ勝てますか、ルカクさん。ジャルデを勝てるから、こっちからガンガン上げていく、それいいかもね。あ、オッケー、マイボーマイボーマイボー、セイ、あ、危ねえ、よいしょ、あ、いいんじゃない、あげれるか、いやー、ダメか、クリバリがグーン来たね、読みが鋭すぎるんだよな、クリバリは、せい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 、一番奥、せいせい、いや、そこ取ってほしいな、一番奥、せいせい、一番奥、せいせい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 、ありがとうございました、はい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 、いやー、ここいなかったか、ナインゴラン。はい、せいせい、いや、ナイスクリバリ、誰に出してんの、ちょっと、ラモス頑張れ、オッケー、よいしょ、うわ、勝てるか、あ、来た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 、グリズマン行け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 、グリズマン、いや、グリズマン、ジャルデは足速いな、はい、速いな、あ、取れそう、いや、なんで取らない、なんで取ってくれないの、それ、俺はラッキー、え、どうなってんのボール、ラッキー、あぶねえ、下ですかね、やめますかね、ルカ君蹴ろう、あ、終わっちゃ、始まっちゃった、ピーピーピー信じてる、あ、ダメか、あ、でもマイボール、あらの、マルセロ欲しいな、マジで、はいはいはい、ロナウド、お、ほらほら、ルカク、ルカク、ルカク手前走ってこい、ルカク来い、おらー、よっしゃ、ルカク神、ルカク神、え、どうしよう、ルカク変えてロナウドトップにしてマルセロかなと思ってたんだけど、いやー、どうしましょうね、はい来た、はい来た、はい来た、シュッ、あ、そして PPP、 PPP ブランドね、 PPP ブランド押されてるからな、これオフだよね、オッケーオッケー、ルカクやめるか、ルカクやめて、でも PPP にボール持たせるって考えたら誰なんだろうな、あそこは、ルカクはまあここね、ボールキープがちょっと重いからできないんで、メルテンスとかにして、ボールキープしてる間に、ピーピーさん、行ってみたいな。ピーピーピーさん、今よみたいな感じか。で、マルセロ。マルセロのね、サイドハーフ起用、ちょっと楽しみですね。蹴るとこあるっけ、あ、ロナウドか。ロナウドに蹴って、もうこれはもう、勝てないの？地獄じゃん、これ勝てなかった瞬間。勝てなかった瞬間地獄待ってるじゃん、ほらマジでもうワンパスでバーンよ、それはもうなんとか堪忍堪忍って感じなんだけど、マルセロ、あ、マルセロ、ちょ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 、そのトリッキー、あ、でもディフェンスいいんじゃない、マルセロのね、えここでボールダッシュしてくれるし、まあ、ドリブル見たいんだよね、コネコネ率を、コネコネ率をちょっとね、ぜひとも見てもらいたいということで、せい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 、よいしょー、おーめです、これはいいんじゃない、これいいんじゃない、いやー、しかしね、ここで持っても何もできない、あー、勝ちたい、お前頑張れクリバリ、あ、ダメか、
よっしゃ、ラッキー。よいしょ、ボアちゃん、ナイスナイスよ。いいよ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 、オッケーオッケーオッケー。あ、いいね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 。あー、まだルメル選手ナイス。あ、これ取れないか、無理か。オッケーオッケーオッケー。あそこ取ってほしいな、ぜひともぜひとも取ってほしい、次回は。オッケー、よいしょ。あ、いいね、よっしゃ、来た来た、すんいやでもこれも可能性あるかもね、ちょっとね、今ディフェンスが横にいたから多分ね、いいシュート体勢で打てなかったけど、もうちょドゥーンがあったかもしれない。いやこれはちょっと楽しいね。でも あ誰かあげないと。そっか、ルカクいないから。クリバリ、ラモスも入れとくか。ラモス今めっちゃ点取ってるからな、ラモスめっちゃ点取ってるからな。あ、ちょっと時間がないよ、早く来て早く来て。ラモス一番奥、あ、もう時間なくなっちゃったほらほら、時間なくなっちゃったじゃん。3分、あ、来た来た来た、ピピ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 、ほら、あ、コーナーか、コーナー、いや、ダメか、オッケーオッケー、よいしょー、ほらークリバリ怖いよー、あ、ドカーン、いい、取っていいよ取っていいよー、よっしゃ勝ったけど、どうでしょう、ピピピの片鱗しか見せれなかったな、マジでいい、いい、いい時のピピピは、もうあのね、ちょっと今その形が作れなかったんだけど、ダイレで打たせたら何でも入るみたいな時あるんで、ちょっとそのいい形が作れなかったんだけど、ルカクピーピピが活躍してくれましたね。でマルセロやな、本題はちょっとマジでマルセロはまだわからない、本当に出てた時間がね、この1試合でまあ何もできてなかったんでね、時間がなくて、まあボール持てるかドリブルでいるか、シュートは無理だと思うけど、まあクロスもあるしディフェンスもあるしで、サイドハーフとしてはかなり優秀なんじゃないかなと思いますんで、うん、ぜひともパーパーしていきたいと思います。2試合目も行きましょうということで、 PPP ええやんと思ってるやろ、ああお前を殺すよ、行くぞ、邪魔くんじゃんけん、最初はグーじゃんけんパー、またねー。